ははいい皆様こんにちはでございます、えー、今ね各地で、えー、大変な雨の被害があちこちで出ておりますが皆様の地域は大丈,夫大丈夫でしたでしょうか。えー、とてもねいろんな私も知り合いが、えー、あちこちにいますので。えー すご無事であればいいなと願っております、えー、そんな中で、えー、ちょっと申し訳ないのですが、えー、私の、えー、記事が今度毎日新聞さんの「 朝刊、えー、で全国ネットでございますが、えー、掲載をしていただきましたので、えー、お知らせ動画としてちょっとね、えー、撮らせていただきました、えー、こっちあの新聞は紙面の方はこちらでございますね、えー、このように、えー、暮らしナビのライフスタイルというところで私があの取り上げて いただきました、えー、そして、えー、もう一つあのわかったことがございまして、えー、インターネットサイトの方でも、えー、私の記事があの見れるようでございます、えー、内容は多分全く同じ記事ではないかなと思いますただインターネットの方があのカラー版でねご覧になれるのでぜひあの検索をしてみてくださいませ、えー、検索方法は毎日新聞 暮らしナビなりはと、えー、検索していただきますと、えー、そうしますと、えー「セカンドステージ、えー、デジタルで遊ぼう動画投稿で新しい自分」というあの毎日新聞さんの、えー、項目がございますので、えー、そちらの方であのクリックしていただければ私の記事が 出ると思いますぜひあのご覧になってみてくださいませ。えー、ということで本日は、えー、私が「あの朝日新聞」に引き続き毎日新聞にもね、えー、載せていただきましたというお知らせでございます。まあ本当にねありがたいことでございますがああのまあ、今までね、えー、YouTube で動画をね頑張ってきてよかったなと思います。これからも まあ、あの毎日コツコツとお、まあ、あの時たまね、えー、行き詰まることもございますがそういったことにもめげずに、えー、自分らしくそして、えーまあ、私なりのマイペースで、えー、コツコツとまた YouTube へのね動画投稿を続けていこうと思っております。これからもどどううぞぞのチャンネルなりわどうぞよろししくお願いいたしますということで本日はお知らせの 動画でございましたありがとうございましたでは